はい、どうも、こんにちは。自転車返してです。というわけで、リトルナイトメア・イン・ザ・スカイやっていきたいと思います。よーし。リトルナイトメア・アンダー・ザ・シーやっていくか。結構前回収録したんがだいぶ前やから、ちょっと操作方法も忘れちゃってるかもしれんけど、まあ、四角で走れんねんな。何やったっけ？なんかまだ確か追いかけられてる途中やったよな。そうで、なんか上にピアノがあるんや。多分ね、上やだね。ざっくりとした方向性だけ決まったところで探索していくか。登れんちゃう？これ本棚とか。あ、ちょちょちょ、いけそうやな、でも。よし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 。そう、確かね、まだ追いかけられてる途中やったから、ちょっと気抜かずにやっていくか。で、これ飛び乗る感じが？あれ、どこであれつけんやったっけ？あ、これか。あ、なんかろうそくみたいなのあるやん。うい。Thank you。自分でつけて自分で礼を言う。さあ、いけ！アンダーザスイ！おお、すごい。鍵盤すら飛び越えていく。おい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 。勘弁してくれ、勘弁してくれ、勘弁してくれ、勘弁ピーポー。ちょっと音でかいな。音でかいな。おっと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 。逆の立場やな。今までは俺が追いかけられる立場やったけど、今度は俺が追いかける側や。覚悟しろ、てめえ。行くぜ。つって調子乗ると見つかるんで。慎重に行きまーす。なんかボタンみたいなのあるぞ。Push the button。ちょ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 。あ、お、あ、お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 、いけいけいけ、押せ押せ押せ、押せ押せ、押せ、押せ、ボタンじゃない。ボタンじゃなかった。あ、レバーをなんか差し込んでくるくるするのか。そしたら上に滑車みたいなのあるからな。よし、レバーを探しに行きたいけども。しゃがんで、しゃがむとか関係ないか。こいつ音にしか反応せへんもんな。で、目は見えないんで。このゲーム意外と難しいぞ。あ、音がしたよ。音がした。え、何？どういうこと？向こう絶対行かれへんよな。ほ、なるほどね。この本、接着剤で全部固定されてんやろうな。物理的に絶対おかしいもん、今の。上から振ってったら、倒せんちゃう？あ、俺を探してんのか。目当ての本とかじゃなくて。降りたいけど、ちょっとまだ。あ、でも向こうにあれがあるぞ。あの音の鳴る人形があるな。こう周りをこう、あ、これね、落としたら絶対あかん。これ絶対落としたらあかん。これ絶対落としたらあかん。よし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 。持って、一旦持っていくか。持って進んでいこう。いいね、緊張感があっていいんじゃないですか。で、これ絶対落ちるから、そっか、別にどかせるんや。どかしていこう。丁寧に。一個一個。ほいっと。このひょうたんみたいなやついけるか？結構でかいぞ。戻れへんな。おわー、これ見つかったなー。腕長いんだ、こいつ。俺知ってるんやー。腕長いんだよー。ギリギリ届かん？よし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 。あ、これアウトだ。これアウトのやつだ。いや、届かんぞ。こいつギリギリ届かんの俺知ってっから。ここにいとけば絶対届かへん。
なるほど、ここじゃあエスケープゾーンや。で、あ、これレバーじゃね？これレバーじゃね？あ、レバーじゃなかった。よし、おいおいおい、スタ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 、知りません。この先にレバーあるんか？多分俺の今の目標はレバーやと思うんやけど。なんかね、危ない危ない危ない。で、多分あの板のところに乗ると音鳴るんで、そう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 、そのままダイレクトで本に行っちゃう。あれ、レバーのあれをさ、あった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 、ありましたありましたありました、ありましたけども、ありましたけども、どうやって戻る？どうしよう、普通にあのドア開ければいいんか。なるほどね、外開きやからあっちからは開けれへんけど。違う、それともあの上に投げる？そんなに、そんな力ないよなこいつ。え、いける、もしかして。え、これ閉じ込められてない？完全に大丈夫？レバーどこ？レバーどこ？来た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 。パンパンヘカのカピカ。パンパンヘカのカピカパン。行け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 。行け行け行け。よしよし、オッケーちゃうか。いやでも一筋縄でいかんのがあいつやからな。これ下くるか。なんちゅうテレビや。よーしよしよし、ここレバーに刺すところがあるって気づいたの結構でかかったな。やばいやばい、来た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 。もういい、待って待って待って。あ、仮に目見えてもおもんないぞあのテレビ番組。ヘカのカピカ。あー早かった、これは確実にアウトだ。やったね、これはアウトだ。すいません、ちょっと一旦様子を見る。これ刺して回す前にさ、でも向こうにあるよな、行ける場所が。じゃあやっぱ飛び乗るのは間違ってなさそうなんで、飛び乗る方向性でもう一回やってみるか。まあさっきはちょっと焦りすぎたかな若干。でこれでいけるからこうして、よしよしよし。でもうあいつ来れへんやろ、来れるか。よしよしよし、ちょっと待って、えいけへんいけへん、いけたいけた、怖っ。まあでももう無理か。いや怖え。っていうかこの家の構造どうなってんやろ、なんかめちゃくちゃ複雑な道来てるつもりやのに
絶対先回りされてんねんけど。待って待って待って、なんかトロッコ走る？もしかしてここトロッコ走っちゃう感じ？ドンキーみたいな。弱っ、これトロッコやんな確実に。これ引っ張っていけんじゃん、これ絶対引っ張っていけるよな。これ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 、あえはい、あなんか繋がってんや、これ以上はいけへんと。なんかでも関係しそうやなこの後。まあいっか、とりあえずあの蒸気に当たったらあかんってことは、まあ、まあここはこういって、いやでもやっぱあれだな、あのトロッコがないといけないねこの先に。あいけるわ、いけるいけるいけた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 、押していけばいいや。でこれで一旦こうして、ちょっと待って、こうしてこうしてこうだ。なるほどね。でこれで飛び乗れるわけや。なんで家の中にトロッコあんねん船か、なんか荷物運ぶよみたいなやつか。よう、サスケみたいなマジで。おー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 おお、命がけのサスケやな。俺結構こういう何もないとこでマジ死ぬからな。こうなんか引き、あのカメラを引きにされるとさ、距離感わからんくなって、マジ何もないこういうところで足踏み外して死んだりするから嫌だよね。何もないところで死ぬとセーブポイントないから、結構前んとこからやり直させられたりするし。なんかこれなんか怪しい影あるな。影というか入れへんか隙間。うわあああああ、怪しかった。そういうことか、それは予想せんかった。てか俺じゃあ自ら飛び込もうとしてたんやあそこに。俺この手の脅かし一番嫌いなのね。俺なんか富士急ハイランド昔行った時さ、富士急ハイランドにあのめっちゃ怖いお化け屋敷あるやんか、なんかほんまに人がお化けになってるやつ、ゴー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 、であんな感じでさ急に横から脅かされる。なんかもう明らかになんか出る長い廊下みたいなのがあったよ、明らかになんか出るやろなっていう長い廊下があって、50メーターぐらいかな、結構長い廊下があって、うわ絶対なんか出るわっつって、ちょっと若干小走りっていうか、割ともうガチで走っていったら、もう案の定横からバーンって出てきて、怖すぎてもうほぼ全速力、多分50メートル 6秒ぐらいのペースで走り抜けたら止まらんくなって壁に激突して、あのセット破壊して帰ってきた記憶があるわ。なんかその50メーター早いな。いやでも絶対これ自力で逃げれへんからな。あ逃げると。なんかこうもうまさにこんな感じで駆け抜けて、あーやばい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 、ピチュ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 、ここにいれば大丈夫か、ここにいれば大丈夫やけど、いやワンチャン死ぬんちゃうか、あいつあのまま、あいつ死にそうやな。あそう、どけろどけろ、そうどけて潰されろ潰されろ。俺ら前回前々回ぐらいで2回挟まって死んだから、同じ苦しみをお前も味わうべきや。そういう感じじゃない？いやでももう言うてる間に潰れるよなあれ。えそれを待つんじゃないの？違うな、なんかせなあかんなこれ。ここに、あオッケー、理解した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 、あれを引っ張ってくるんや、あんなでかいの引っ張ってくれるか。
あ、違う。あそこに行くのは間違いなさそうやけどな。あの右のさ、排水溝みたいなのあるやんか、ダクトみたいなのが。あっあっって言ったな今。あっ、ここに行きたいよね。こんにちは、こんにちは、はじめまして超接近戦になってる。で、確実に潰されるポジションにおるけど、このゲーム東大元暮らしが多いな。あ、やばいやばい、はい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 、おら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 、よっしゃー、まだか、まだだな、まだだまだだまだだ、もうあと一発でかまさないと。おら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 、おっしゃゲームクリアですみたいな感じで開いたわ。おめでとうございます、ミッション達成ですみたいな、ライアーゲーム的な感じで開いたわこれで。え、嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘、あ、ちょちょちょ、調子乗った調子乗った、うるこのボケが、おらぐしゃぐしゃにしてやる、うる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 。で、あ、なるほど、これで向こうから登れると。ぴょいーん、ぴょいーん、やったー、クリアじゃねこれ。だって死んだもんな、確実に。これはいったっしょ、いったいったいった。多分めちゃくちゃカットしてると思うから、動画としては超絶短い動画かもしれんけど、一旦キリいいからやめるか。ファーストステージクリアって感じやな多分。あれ、なんか俺てっきりタイトル画面とかに戻るんかなと思ったけど、ナチュラルに続きからみたいな感じになったな。どうしよう、なんか多分めっちゃカットしてすげえ短い動画になってるっぽいけど、実はめちゃくちゃやってるんでやめまーす。というわけで、リトルナイトメアパート5、これにて終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよならー。